今日はゴールキーパーに今シーズン初スタメンとなります周行が入ります。ディフェンスラインは下口、白井、市原、富田と予想しました。右に安藤、左に新井、中に三門と照山、ツートップにビニシウスとドゥドゥと。さあそして変わりましてアウェーのカターレ富山です。こちらは前節から1人変わりました。ゴールキーパーが田川、ディフェンスラインは大山、下堂、大畑、そして大森と入ります。ボランチには前節2人で2得点を挙げた坪川と末木、そして2列目は3枚、右松岡、左吉平と予想しました。ワントップ高橋で、トップ下には安藤はスタメンは3試合ぶりとなります。前のその安藤直人に対するボールです。安藤の前で落ち着いて白井が対応していきました。もう一度白井、しかしこれをカットする。さあ高橋前を向く、シュート狙っていくが決まった。長い距離を決めてきた高橋、ミドルレンジから迷わず狙っていきました高橋。ここからです。前を向いて迷わず狙ってきました。右サイドゴールネットを揺らしていって、ちらっと前を見て、距離は関係ありません。思いっきり狙ってきました。先ほどゴールを決めた高橋、前にボールを出しましたが、ここにまだ選手はいません。さあ作り直していく。今日は左サイドに入っているこの安藤前にボールを入れていって、ちょっとおっと、これはドラウンドにならない。いや、ヒヤッとしました。先制点が入りました。その富山に対して1点ビハインドの今治ですが、まだ時間は十分あります。さあ中に出していってニアを狙ってくるか、ヘディングシュート決まった。ビニシウス今シーズン初ゴール。ニアを狙ったボールがちょうどビニシウスの前に来ました。今のシーンです。ここでワンバウンドになったところにちょうどビニシウス待っていました。選手に当たったでしょうか。そのボールがワンバウンドをしてボックスの真ん中ピンで待っていたビニシウス、頭で決めました。今シーズン初ゴール。ゆっくりと末木がボールを上がって、そして安藤へというボールですが、これはどうだ、どうしだ。さあ中に出していってシュート決めていく。高橋が2点目を決めるということになります。いや、今は前にボールが出て安藤が飛び出していきました。これオフサイドポジションではありませんでした。ちょっとそのアピールをした今治だったんですが、そして大山後ろへ下げて下堂、さあここに対してビニシウスが行く、末木、これを奪った、ドゥルー、そしてビニシウス、ちょっとここはミスが出ました。ここをすかさず奪ってビニシウス、同点に追いついて、この2点はいくらもビニシウス。出して安藤中に入れてきて、ファーサイドヘディング、キーパーナイスセーブ。合わせてきたのは照山でしょうか。ちょっと見ましょう。スイッチして一度戻します。下口が今日は右サイド、この後半は入っています。そしてこのボールをちらっと近藤触って、もう一度近藤、最後はこの地元出身の近藤が狙っていきました。チームそれぞれ2得点ずつを入れて、後半はどこで動きがと思われたんですが、まだ動きはありません。サポーターからゴール裏大きな声援が飛ぶ今治、ちょっとワンバウンドになってしまったが、これをシュートを狙ってきた、決まった。今日はハットトリックか、フィニッシュ
たビニシウス初トトリック。ここです、ワンタッチが入ったところがビニシウス、そしてターンして迷わずこれも振り抜いていきました。低いボールがゴール右隅に決まって、これが3得点目。いやいや、これまでビニシウスシュート数はナンバーワンだったんですが、前節までは全く決まりませんでした。右サイドから中に大野も中で張っていますが、マテウス・レイリアもいる、外に中に入ってきた。しかしこのボールどうだ、キーパー、最後大野も狙ってきました。今のシーンです。ここで長い笛、試合終了です。ビニシウス天を仰ぎます。そしてハットトリックを決めて、サポーターもこの笑顔です。